ゼーレ、みんなと一緒に戦う。ブローニャお姉ちゃん、ブローニャお姉ちゃん、ブローニャお姉ちゃん、目を覚まして。ゼーレ、ここは雪原ですか？でも先ほどと少し違う。ふぅ、無事みたいだね、ブローニャ。急に雪の中に倒れるんだもん、びっくりしたよ。キアナ、何よ、そんなに驚いちゃって。まさか砲弾が頭にでも当たったの？キアナちゃん、ふざけないの。みんな装備の確認をして、もうすぐ作戦が始まるわ。空の律者への総攻撃がもうじき最終段階に入る。彼女は崩壊原子炉のエネルギーを吸い取り、次元の狭間から崩壊獣の大群を召喚しようとしてるわ。空の律者でも、キアナならここに。つまりここは第二次崩壊。でも、どうしてキアナとメイ姉様がこの時代に。敵の反応が近づいている。全員、応戦準備。目標が現れます。かくれんぼだよ。生きてるか、バルキリー。ベルト、この世界では大人の姿なのですね。あなたたちはネゲントロピー。油断するな、まだ戦争は終わっていない。即刻の俺は機甲部隊を連れて正面から突入して突破口を作る。わかりました。敵に回復するチャンスを与えないよう、バルキリー部隊は即刻への攻撃を続けます。最後にご支援ありがとうございます、ベルトさん。戦場では簡単に他人を信じるな、バルキリー。命を奪われるぞ。ベルトよ、ネゲントロピー名士としての彼を見たのは初めてです。どうしてか冷たい感じがします。飛べるなんてすごい。きっとあの人がネゲントロピーのボスね。あれが第一律者。すごいね、手を軽く振っただけであれほどの崩壊獣を倒すんだもん。でも
第一律者は数十年前に主教様に倒されたって聞いたけど、彼って偽物じゃないよね。詳細に関しては私もよく知らないわ。彼がネゲントロピーを作って律者である自分が人類のために戦うと宣言したことくらいしか。ただ今まで一緒に戦ってきてネゲントロピーの他の幹部には会ったことがないわ。あるん、操縦士もコックピットから出るつもりがないみたいだし。怪しいわ。方向を私たちに向けたりしないよね。人類のために戦う律者なんて信じられないよ。そう言わないで、キアナちゃん。さっき私たちを助けてくれたでしょ。この違和感は何でしょうか。ブロニャお姉ちゃん、この世界は少し変わってると思う。聖フレイヤ学園とも個人とも違う。この世界は危ない。怖がらないでください、ゼーレ。ブローニャがゼーレを守ります。おしゃべりはここまでにして前に進みましょう。ゼーレ、了解しました。外の世界は危険でいっぱいです。ゼーレ、気をつけます。ゼーレが倒します。全て消失。律者の従者は消滅したみたいだね。第二律者め、もう使える駒がないでしょ。借りを返す時が来たようね。待って、戦場の中心に巨大崩壊エネルギー反応出現。任務完了。待機モードに移行。